どうもー、バタヤンチャンネルでーす。今日はですね、チヂミを作りたいと思います。チヂミやけど初めて作るやつで、子供が食べへんかったら嫌やから、一回作った小松菜とひき肉のなんかもめっちゃ美味しい美味しい食べたやつ、それとそれをもう保険で絶対作っとく。でチヂミと、あとなんか赤がないなと思って、うち赤って言ったらもうトマトと人参以外の赤知らんのよ。トマトがいっぱいあるから、トマトと卵のなんか中華炒めみたいなやつね。そんなんやってみます。やったことない、やったことのないやつをちょっとやっていこうのコーナーです。ちょっとそれにはキクラゲ用さんだから、キクラゲ水で戻してちょっと入れましょうか。ちなみにチヂミはコウケンテツ先生の、いや一回ねコメント欄にね、あの作り方簡単なの書いてくださったりとかで、どこのあれで書いてくれてたのか分からんようなちょっと私も、あとなんかあの花まさでチヂミが、チヂミの粉あるのが1キロ売ってますって言って、そうなんと思ったけど、コウケンテツ先生のレシピ見たら、まあ、なんか作れそうやし作ってみようかって、そういう感じでございます。でもなんかいろいろあるな。こんなの作っていいかもしれんな。今買っておいてるわ。21年7月まで行きます。7月7日、七夕まで行けるよ。よし。よし。よし。さっきに。さっきに。あれ作っとこうか。今まで食べたからめっちゃ多めに作ったろうと思って、あれ作る。お肉だけ、お肉の量を測っておきたいんだよな。これで別に一口やらない。お肉の量、これが 400g あったら、これ400g、だいたい 400g あるわ。これでいこうか。よっしゃ、 383g。 皆さん分かりますか、これが 383g なんです。こんだけのお肉を体から取ろうと思うとなかなか大変なんですよ。今ね、バター分にもやってるけど、一回 150g 太った言った時はこの半分ぐらい、これぐらいが太ったらよかったなって。その後やったら、だいたい 500g だから、だいたいいつも 500g ずつのを落としていこうと思って、体重だいたいこんなもんいうことやな。だいたいもうちょっとこれぐらい、これぐらいずつを毎月落としていこうと思って、年間6キロ痩せる計算で、はい、お風呂沸きました。はい、了解です。お風呂が沸きます。君の落とし、どうしようかな、地上にあるから地でしようか。フライパン使いたい。フライパンがどっちもこれやねんけどな。これが良かった後に、なんかそれ私もね、言うたら今日全部炒めたりするやつばっかり、まあ、言うたらこれほとんど煮物っぽいところあるけど、だから思ったのよ、圧力鍋買おうかな。でも圧力鍋買って私らじゃ何を作んねんと。煮物なんか一個煮物があったらいつもいいなと思うねんけど、大根の煮物なり何なりな。そうなってくると圧力鍋じゃなくて電気圧力鍋をここに買おうかな。なんか一回エポシュレで あんのよ。ほんでね、なんかもう具入れて調味料入れて蓋してスイッチオンできんのよ、それで。え？で私がそれを戸惑っている理由が、置く場所がないっていう感じ、問題はそこですという感じ。その前の倍の量で作っていきたいからな。
これはもうこのまま入れてたからね。圧力なるな。電気鍋買うべきか買わざるべきか。子供結構食べるんやから、お色といただくからな。これで、どうせやったらいっぱい入れといただく。いや、一束、これで一束。だいたい倍つくのよ、この前。これで入れといたろうか。こんなたくさん。せっかくやから。食べるから。食べたから、この前もね。これに入れて。もうそろそろ、もうレンジ圧力鍋にしようかな。あー、レンジ圧力鍋か。圧力鍋か。どっちにしよう。そして私は買ったところで使うのか。もうちょっとレパートリーが。しょっちゅう私が煮物的なものをしてたらそんなしたい。でも、それでカレーしたら美味しいって言うけど、私はもう圧力鍋のあのちっちゃい量のカレーなんて。なくなっちゃうからさ、ダメなわけですわ。発揮しまして、よいしょ。今日は米といらっしゃる。すげえ量多いけど、いいよね、いい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 ね、結構砂出てるわ。もう一回ここってやったら、もう一回洗いますからね。もう一回洗いますから。茎のとこに入れて、ここにいっぱい挟まったんだよ。土入りますから、これが。皆さん、いいお知らせがあります。私、子供のね、10歳のお誕生日の時に手巻き寿司やって、で、いつもやったらご飯食べてるとこ乗せるやんか。乗せられへんかって、取れてなかったからと思ってんけど、取れてたわ。あの、私これ撮影したやつをね、これもそうやねんけど、いろんな写真とかあるやん。普通の子供たち撮ったり、普通の子供のサッカーの写真ちょっと撮ったりとか、それで私見てねっていうところに全どんどん入れていくのよ。で、見てねんとこに見てねっていうやつがね、保存できるやつが、で、見てねに入れたら全部こっち消去していくね。見てねに入れたら消去、見てねに入れたら消去ってしていくねんけど、ほんなら見てねに入ってた、奇跡的に。なんで見てに入れたらどんどん焦点していくかっていうと、見てにはもう無限に入れられない。で、これ動画をいっぱい撮って私がやってるからさ、あの自分のこっちのスマホの中に入っていけへんのよね、なんか。だから私は見てにどんどん入れていくようにしてね、しては消してをしてんねんけど、だから私がこの前からその動画はYouTube 載せる動画は見てねに入れへんねんけど、間違えて見てねに入れててん。ほんで私は、もう見てねに入れてるもん、なんていうの、なんかよう分からへんけど、なんか言うてて、とにかくあったよ。だから今日はこれの最後に、これをご飯食べた後があったら、その最後に、いつのやつやねん、いう感じやけど。そのね、みんなで手巻き寿司を食べているところを差し込みたい、というか最後に入れたいと思います。はい、よかった。
いや、コメント欄もあの時のコメント欄も優しかった。残念ですけど、一番残念なのは小林さんでしょうね。その通りやねん。だって10歳の記念でさ、みんなでお祝いしてるところのあれが何にもないですか。いいってなるやん。一応ね、その後にね、自分の個人的にはね、あのメガネ外したバージョンをちょっと撮ってたのよ。だからメガネ外したバージョンはこの YouTube 載せられへんから、まあそれがあるからいいかと思ったけど、まあでもどっちみちよかった。とにかく私的には本当によかった。今ね、今おしゃべり料理にあの100回教えてくれたから、そっからもうカウントつけていくようにしてるけど、あれがあったら便利かもな。なんか 100何回目のとこ時のあれですとか、なんかさ、自分の中でもなんか人に伝えるとき伝えやすそうや、ね。よし、これが結構ブツ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 結構やっとったんやけど、バイト料作るからな。めんつゆ第3やろ、第5でみたいな。何でか言ったら3倍濃縮じゃなくて4倍濃縮やったから。いや、どういうこと、 4.5。 いや、この前やったら6やから5にしとこうか。大さじ、初めて見た私この4倍濃縮に。5弱、さっき第3やから、さっき第6倍でいきますから、さっき第3やから、さっき第6。これを私は調味料とかしながらやってると、えっ、ああ、そうそうそう、蓋の色が右の色やから焦らすわ。砂糖が第2、砂糖が第2やから第4。でもその甘さによって子供たちが食べますからね。第4やったらこんなにちょびちょびやってるわけやん。第4か、砂糖あるよね。羽が入ってくるから、羽が入ってきてもこのスプーンが濡れるパターンが砂糖やな。もうぼーっとしてるからね、砂糖以外のものでも。でもなんかタケノコでもちょっと今度入れてみようかな。切って入れてもらえたなくても、タケノコ切るのもあるやつ、タケノコ入れてもいいかもしれへんな。やっぱタケノコ入れたろか、ちょっと歯ごたえ、この子入れたら、あるのよ。なんか、またこれ出さなあかんな。なんかさ、コロナのワクチンできたみたいなことなんかなってなかった、なんかニュースで。え、そうなの。でもまだ、でもなんかできて、これから臨床実験をしていい結果が得られましたみたいな。発売までにはまた時間がかかるかもしれへんけど、いやでももうこれ時間かかってる場合ちゃうからね。ちょっとやっぱすごいことやろ、ほんまこれは。高いとこ入れてもらおうかな、これ。
どこちょっと過ぎたかな、やっぱ飲んでよ。一回自分で聞いといて、自分で解決していく。それが私だ。それが私だ。私だ。それができたらほんまありがたいことやな。と思ってんだよ。私は迷ってるんだ。とにかくタケノコ入れたらちょっと何でもアレンジやで皆さん。あのとこサッカーボールがね、サッカーボール、サッカーボールありますよ。絶対これ入れた方が美味しくなると思う。こうね、汁気が多くてグツグツ煮込んだイメージがあるのよ、私。どんだけやるのこれと思ったイメージがあったから、いいと思います。あ、お腹すいた。腹減った。美味しく出せ。腹減った。バカチンドン、お前の母ちゃんデーベソッとかあったよな。なんかあったな、小学校の時いろいろ。今の小学生ってそんなん知ってんのかな。でもサル、ゴリラ、チンパンジーは今の子も売れてるからな。サル、ゴリラ、チンパンジーって一番初めて言った人は誰なんや。そんなん言うたらすごない。最初はグーじゃんけんぽいもん。あれは志村さんが考えた。いかりやさんや。最初はグー、まったまったグー。いかりや超好き。頭はが正義が勝つみたいな。そんなん考えた。今それ考えたらさ、ドリフって昔ずっと生放送でやってたってすごいことじゃない。あれ生放送でやっててんで、すごいよね。今そんな考えられへんもんな。生放送でコントやったり、歌手が出てきて歌を歌ったり、あれだけのセット組んで、時代だな。でも絶対生放送の方が絶対時間までには終わるから。ただ一回ドリフでもあったよね、停電の回みたいな。それはそのリアルには見てないけども、停電をした回っていうのがなんかでハプニング集みたいなので見た気がするな。あったと思う。よいしょ。テレビもうちょっとちっちゃくできる？テレビちっちゃくできる？え？もう19分？私何がしたい？何もしてないまだ。一品もできていません。よくさ、20分で3品作るっていう人おるやん。もう出来上がってますよ、これ。奥さん。私は何もやってんだ、これ。本当に、まあ。自分が嫌になる、そんなこともない、もう慣れた、そんな自分にもう慣れてる。ビビらばらり自分にもう慣れてる。キレレやったな、どう考えても。キレがちゃいますこれ。なるほど、これでいくんだ。お腹すいた。ドリフの大爆笑。これはゴールデンで何かやるときね。歯磨きしろよ。何やったっけあれ。ドリフの最後の。えいやーこらや。すごいね。これはみんなでいいかった。
子供がどれで見てもまだ笑ってるからな。懐かしいな、なんかみんながお母さんになってて、なんか長屋みたいなところからどんどん出てきて、なんか行ったり来たりするやつとか面白かったな。なんでそんな早売れてくるんやろ。あとスイカめっちゃ早食いね、志村さんのスイカ、わわわわ食べるやつ。あれもあんだけスイカ早く食べるのやったことある、私もようやったけど、あれどうやってやってるか知ってる、あれの裏技。あれ実はテレビでやってたこと、これなんか水分が出てきてるけど、何とかするしかない。この前は豚肉でやったけど、今日はもう鶏肉残ったから鶏肉です。大量に作ってやる。この前のこれめちゃくちゃ食べたからな、子供がとにかく。とにかく食べましたので。あれって言うたら、なんて説明したらいいかな。なんて説明して、とにかく前から見たらこうなってるやん、スイカ。前から見たらあんねんけど、後ろから見たら全部削ってんねん。だからほんまに1ミリ、1センチだけ幅のスイカになってんねん。前、こんな風に持ってるけど、ほんまは1センチ幅のスイカやから、バカバカバカって食べられるっていう。なるほどね。そら、どんだけ頑張っても食べられへんはずよ。真似したもん、大きいスイカ買ってきてくれた時に、あの食べ方したいって言って、お母さんにお願いしてやってもらった時、どんだけ頑張ってもカカカって言っても、もう3口4口ぐらいでも無理やねん。でもほんまは幅1センチ、おばちゃん何回も作ってます。ほんまは幅1センチの薄いスイカこんなして持ってるけど、だからカバカバカバっていけたと。なんか手品やな、手品って面白い。だから手品で言うたらほんまによくあるやつやけどさ、もう下に何にもない台、普通のテーブルみたいなところに箱を置いて、人中入って、チェーンいっぱい刺して、あの種とかどうなってんの、マジックの種、明石の種は一体。今知りたいよ。私もマジックとかなんか、目の前で見たことあるけど、ほんますごいからな。ここでも喋ったかな、一回。マジックを、まあ、ほんまにプロのマジシャンがいる飲み屋みたいなところに連れてってもらったことがあって、で目の前で飲みながら手品見せてくれはんねんけど、ほんでなんかいろいろバーッとあってね、ほんでこれはなんか私がパッと始めハートの3を引いて、もう今でもはっきり覚えてハートの3を引いて戻して、ほんでなんかやって、ほんで、じゃあ、なんかパーって並べてこうやってやって、じゃあここにあるの何ですかって言ったら、ずっと目で追ってるから分かるやん。で、これハートの3って言ったら、ハートの3じゃなかった。で、ハートの3がどこにあったかというと、私が腕時計をしててんけど、腕時計のずらした下のところに、ハートの3のシールが貼ってあって、時計見てください。はい。時計ずらしてってちょっと緩かったからずらしたらシールが貼ってるの、ハートの3の。どうやって、思い出しても鳥肌立つわ。あの人すごいねんけど、ウサギ屋っていう名前の飲み屋やったかな。ちょっと待って、すんげー汁多いけど、インクこれいいんだよね、どうせちょっとずつこれでこんなにも出てんねんかな。今日は大量に作ったよ。これが1個あったらもうずーっと冷蔵庫入れたけど、何かあった時にはまた振りかけ代わりとしていってね。めんつゆと酒と砂糖だけやからな、おーっと簡単ですよ。これ皆さん作ってくださった方もいらっしゃるみたいですけど、楽だったでしょ、楽だったでしょ。よいしょ。で、チヂミの焼この前に、味噌汁の準備もしとこうかな。なんていうか、チヂミがごっつ簡単やって、も私が偉そうに言うなって。偉そうに言って、すぐできた試しねえだろ、お前がバカ野郎かって。できねえだろって。簡単とか言ってんなよって。
やっている間に、ミスソパレスを過ぎるなぁ。すみあげるか、そう、ミスソ。あ、揚げ凍らせてもたんか。そうなるなら、えのきと豆腐だけでいいかな。えのきと豆腐とわかめだけでいいか。今日は朝いっぱい食べるから。そこだけ食べなかったから、そのだけのこと言わせた。気持ち程度の。いやだ、私こんなところにこれ入れてた。信じられへんね。みんなこれ見てる人、そこじゃないよ、バタヤンみたいな感じで。はがれて冷やすってどういう神経してんの私。こういうの忘れたでしょ。やっぱ忘れてた時っていうのはこれから絶対忘れない。ほんま失敗は成功のようで、そういうこと。一回失敗したらもう忘れません。多分ね。これと玉ねぎを4分の1やから、玉ねぎを4分の1だから、玉ねぎの皮が私の手になっついてくるじゃん。なつくん、なつくんじゃないや。ご飯が進みそう。チヂミとご飯で一緒に食べるのかな。はい。何時ぐらいにお風呂入ったらいい。お母さん何て言った。もう6時って言わなかった。40分から食べられるようにして。やんな、3人ともお風呂入ってね。10、8じゃないよ。そっからご飯食べられるようにって言ってるの。もともとお母さん何て言ったの。何時からお風呂入りなさいって言ったの。守れない。はい、これチヂミを、お味噌汁を。これが結構ずっと強火でいこうか。これ汁気がなくなるまでせなあかんねん。ね、今日のチヂミの最大のポイントはひっくり返すときです。私それが非常に不安で仕方ございません。不安で仕方ございません。
腹空いた。なんか言うの。なんか言うのだよ。よし、ちょっとこっちで、ここで食べていくか。で、これも粉とかも測ってるのよ。だから。でも冷蔵庫がパンパンでもこれが入らない状況かなと思って、どうしよう。で、私ね、冷蔵庫の一番上のとことか絶対何とかできるはずやねんな。何とかするわ。うん、うん、卵1個粉はもう測って入れますけどね。皆さんもし今日美味しくできた暁にはよし、私も作ってみようと思いました。お、ピンクが先生のレシーピを参考ください。先生のね、なんかタレもあったけども、それポン酢でいこう。ポン酢でこれね、これを一回焼いといたら、焼いといたら二度焼きしたいしていいねんって言った後に、もうその韓国の人とかそうしてるし、お店とかでも一回焼いといて、焼いてるの並べて、お客さん来はったらそれをもう一回焼いて出し合うねん。それやったらいいよね。まあ、友達のとことかお呼ばれで何か行ったりしたことに一回焼いて持って行っといて、食べる前にそこをそこで焼かしてもらったら、ね、今度からこれも、ね、私はほんまに海鮮チヂミが食べたいねんけどな。イカとかエビが入ってるイカなんか美味しい、なんか子供が食べないねん。私ほとんどエビ使えへんでしょ、あの手巻き寿司以外に。ほんとこまかな、いらこれ、子供たちが信じられないぐらい食べたやつやからね、皆さん。これはめちゃくちゃ食べた。これ調味料入ってるの？結局めんつゆがあったら何でもできるけど、これもすごく多いじゃない。あんだけいっぱい小松菜入れたけどな、小松菜の量が
少なく感じるね。なんだ。玉内先生とねお料理やってる時はねこのね玉内先生のあれかなこのねここにね物差しついてるのだから3センチと3センチ切れたの私みたいなのにはちょうどいいこれがほんまに5センチかぞ引っ張ってみようか。5センチとこんなもんね結構短いな5センチ5センチって結構短いこれぐらい5センチかなもんやろこれ6センチやろ6センチどうでもいいですけどねかかっといたらですけどどうでもいいですけどねひっくり返すのだけが今日はすごい最大のポイントやねこっちに玉ねぎあんねんけどこっちから取ろうとしてる見て私怖いな自分がこっちにもうどんななってんのこれを混ぜてそれこそフライパンが24センチって言ってるけどそのフライパンの時ってうん、はい、うん、27秒、うん、あれ何ハンガーがここに持ってきたね何使うのずこいいよ、うん、ハンガー使う。何の？書けないけどさ、私さ、クリーニングがしたのよ。いつもやったら10点で9800円とかのクリーニング分かる？あの夏ぐらいとかに出して、言うたらもう5月ぐらいに出して、ほんで大体11月とか12月ぐらいに返却みたいな、そこまで、それまで預かってくれますっていうのをずっとやってたんやけど、今年それしてなくて、ほんで出しに行ってん。3つで6000円やった。え？まあ、年会費みたいなのも500円かかったからあげてるけど、え？そんなに？そんなに？プラスチック。プラスチックなの？じゃあ、今じゃなくてもいい？はい。はい。わかった。タケノコ入れたのはよけど、タケノコ入れたことが失敗だった場合はあるのかしら。タケノコない方が良かったって言われるかも。いや、でも絶対大丈夫。どう考えてもこれはタケノコ入れた方が美味しくなる。タケノコ入れてるよ。よし、やりましょう。
か料理とかしたかな。気をつけんと先にやるやったかな。すいません、教えてる。僕のようなとか見つけにしていく。信じられないぐらいジャストに出た。もう全然好きなところに好きなのに分かってしまった。どうしよう、いけるかな。ちょっと待って、先生こんなの買ったんや、こういうの。ちょっと待って、どうやっていけると思う、これどうかな。いけるかな。先生はこうやってやってはったけど、どうしよう。私はこういこうか。いやー、待って。ちょっと待って。こういこうか。先生こうやってやって、なんか言うのも同じ。先生は、こうやったときに、こうして思いっきりっていけるから、これ一回勝負だぞ。お願いします、神様。お願いします。これでいくしかない。思いっきりが大切。何かの時も思いっきりやっていけたはずだ。いきます、思いっきり。せーの、よっしゃー、いけた。いるやろ、これめっちゃ押した方がいいらしい。みんな見た、やった、嬉しい。めっちゃ押したかった、めっちゃ押していいな、これめっちゃ押して、めちゃくちゃ嬉しいわ。でもこれ次からやるときはな、調子乗ったらやっぱ毎回毎回真剣に集中していかないと、急に語り出すやつできたから。見てこの片笑い、めちゃくちゃ嬉しすぎる。なるほど、先生これ使ってたりよ、ちょっとこう押しやすいんやな、これなんか呼んでるな。はーい、歌ってるだけやった。イエーイ、嬉しい、嬉しい。たまににゃーって歌ってるだけやった。なんかやっぱ作り返す、この世界で分厚いな、やっぱあれかな、フライパンが思ってたもう一回り大きいの。先生は24センチ言ったやつだよ。私はここが27やけど、下が21センチやった。
でもいいんです、いいんです、できたらいいんです。嬉しいわ。とにもかくにも嬉しい。わい、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 わい。よし。もう一回切り出しとこうか。あんまりちょっと待って、豚肉の方あんまりやったから、ここでしっかりやると。今日はチヂミっていうのと、チヂミ。なんか韓国のお好み焼きみたいな感じ。今のほんのやつ。豚のあれがボッツ出てなくてやん。油取れた。すごいわ、豚の油が。これはもし失敗しても大丈夫だと思う。でね、でこれも抜き。よし、うわ、うまそう。カリカリや。チーズソースや、何これ。で、めちゃくちゃ美味しそう。あー、お肉縮んでるな。あんまりいらわんとこは。んで、これを切って。で、もう一回最後焼いてから焼いてって言ってたから。さっき切って、どうしたらいいかな。トマトのやつも用意しとこうか。見てしまうわ、さっき繰り返すのがあまりにも上手にできたから。あまりにも上手にできたからな。どうぞいい感じで食べます。危ない、調子が高い、ね、やめとこうか、ひっくり返す。やっぱなんか集中、全集中。危ない、これが一発目と終わってたね、今の。カチ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 。よし、もう一回カチカチでやって、いい感じでカリカリになってます。でもいいでしょう。あとは余熱気にしてといて、よいしょーん、どっこいしょー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 。今日はどっこいをしてるよ。そーらん、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 めちゃくちゃ甘い。これゆり組のね、うん、あのね人たちね、あのね言ってたよ、これ。
うん。それで一個だけどこしようわかるよ。どこしようどこしようって書いてある。うん。かわいいね。これは冷やしてる冷蔵庫で。これだけでもいい。これだけで十分ぐらいで発揮する。はいはい。上手。やってたよ保育園で。よし。卵のやつをこれで作ろうか。見てて。はい。あるだけでご飯いっぱい食べられるでしょ今日。うん、中国のお好み焼きか。一緒にやるから、キクラゲと一緒に入れといてまえと。トマト2つ入れてるけど、私これでいい。トマト2つ、これちっちゃいトマトやからね、4つ分で。美味しかったらいいな、これ。今、惜しい。ここに入れる。
そもそも私はトマトを炒めるっていうことに抵抗があるのよね。でもトマトパスタってあんねんから別にええのよね。うん、そういうことでしょ。ただキュウリを炒めるっていうのも私はちょっとええと思うねんけど、一回食べて美味しかったわ。キュウリを炒めた。ズッキーニじゃないよ、キュウリやで、ほんまに。卵3個言うてるけど、この卵が、うちの卵が小玉卵だから4つしとこうか。どうでもいい、そんなこと。でも大切やん。卵1個って言うけどさ、MS、これちょっと腐ってんねん、こっちの。MS サイズみたいな卵の時と L サイズの時とってあるやろ。ほな、どうやんのっていうふうに思うわけです、私にして。重さ全然ちゃうやんか。安いと思ってない、いっぱいトマト買ったらあかんわな。うん、あの、早食べな。そういうこと。よいしょ。でもこのトマトがすっごい美味しいトマトやね。よし。鶏ガラスープの素と中華スープの素って言ってたよね。それだけは不安なんやけど。これは卵が美味しかったらこれのあれやな。トマトじゃなくても何でも、キャベツとかでもいいかもしれへんね。私の予想で私分あと5分で40分になっちゃうな。子供たちに偉そうに言ってる。あれのジョーですね。マカロどこ、わあ、カロ好き好き。こんなに釣りだよ。入れすぎ入れすぎ、絶対入れすぎ。どうしよう。トマト、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 見て。これでも多いくらい。これで一個やで。これで一個や、もうしゃあない、これもう。しゃあないね。しゃあないとしましょう。
カメパラダイス見てみる。よし、次の味噌汁はちょっと入れてみて。なんか段取り悪いよ、ほんと冷えついたままや。味噌汁にしよう。片足ね。片足美味しいよね。片足って美味しいんだよね。はい。味噌汁のとこにカップ入ってます。目の前です。どんだけ。なんか知らんけど、水汁いっぱい飲みたいときにいいですか。なんか知らんけど、私の予想は卵のやつがすぐできそうな気がするから。信じられへん量になってんねんけど、これ思ってた以上やねんけど、これどうしよう。なんなんこれ、もう1年分ぐらいになってんの。わかめ1年分贈呈いたします状態。嘘でしょ、マジかこれ。もうちゃんと切らないとね、喉つかえるから。ちゃんとここ端っこと端っこをこうして、端っこよし。まさかのワカメでこんなことするから。これすごいよ。実家のなんか、リビングから家に行くときの、あれ、ジャラジャラいうやつ。ジャラジャラいうやつ。もう実家のジャラジャラのやつ。すっごい、こんだけ落ちまうの。この辺で。みんながわかめどんだけ好きか知らない。さすがにこれは多すぎる。こんだけでよかったんや。みんなこれやと少なくて、ちょうどあと半分でよかったね。スープの素が小さじ、鶏ガラスープの素がいいんだね。中華スープの素、
うん、鶏ガラスープの素と中華スープの素って一緒なのかな。こっちにしとこうか、そうみシャンタン。こっちの方が中華万能調味料、こっちにしとこうか。中華スープの素って書いてます、これこっちにします。こっちにしよう。でも本格ガラスープの素って書いてるな。一緒かな。鶏ガラスープの素と中華スープの素は同じことな、どうなんだろう。これで小さじ2が多いと思うねんけど、底辺所で埋まってしまった。いっぱい見せとこうかな。これいっぱい入れれば。んでオイスターが第一。やめてこい。味噌汁の量を増やす。いっぱい入れたいから。塩コショウも入れる。ここに卵を入れる。卵4つの塩を切り取る。でも今日はね、ちょこちょこいっぱい、私の中でいっぱい作ってるから食べたけど、この中でこれ1個絶対食べるやつやろ。これとこれも絶対食べるやつのうちに入ってくれたらいうことなんですよ。ちょっとごま油、よし、オイスターを最後に入れて、これをちょっと半熟ぐらいにして一回取り出せって書いてたな。大きいお皿にしといて、またそこにどれぐらいの量が出来上がるか定かではないか。なんかごめんね、豚まーってやってるやろ。真剣なのよ。わて真剣でんねん。わて真剣でんねん。よし、こんな日もありや。結構な半熟で取り出すって書いてましたけど、どのレベルのことを半熟と呼びますか。もうそういうことすら私はドキドキしてやるんですよ。
でも私昔に比べたらちょっとは料理ほんまにどうなってきてるはずやけどな。ほんまに私大阪これぐらいの感じ、これもこれぐらい足してもった。2ステップ2ステップ。炒めるってやるみんな。美味しいかなこれ。とにかくキクラゲが火通ってくれた。キクラゲ火通るってことは結構火通さなあかんのちゃうと思う。なんかトマトを炒めるっていうのが私の中ではやっぱちゃうのよね。でもさ、私いつもさ、なんでトマトはもうサラダしかせ、サラダ言うてもほんまにただトマト切ってガン置くだけにしてるからね。たまにはこんなのせなあかん。これがみんなが美味しい言ってくれたらね、いいんですけど、どうでしょうか。オイスターソース第1を用意していきましょう。これ第1、これ入れすぎやけど、このままだと大体第1わかるから細かい。塩コショウ、軽く塩コショウ。あ、卵の皮がめくれてきたらもう OK でも、いくらでもういけてるのかな、これ。いけてるのかな。もういいとしようかな。皮がちょっとベロッときてます。で、ここに戻して、で、オイスター。くそ、タレ開けへん。あ、うそやん、もう。こういうのがあるんだよ、最近で。こういう時、えいちゃん見てくれたらいいけど、すぐ開くわ。すごいな、この100均のやつ。待ってよ、大さじ1。また喧嘩したな。どうしたの？おじいちゃんが泣いてきた。なんで？仲良くして。しますけど、子供たちにとってはどうでしょうか。どうしても仕上がったのだけど、なんか中華屋さんみたいな。でもさ、一言言わせてもらって、じゃあ私中華屋さん行ったら絶対これ頼めへんけどな。卵とエビのなんかは好きやな。卵と
卵とエビの炒めたやつって美味しいよ。処方したから見た目だけでも美味しそう。味がさっておいて、これ水つけとかなんかカチンコチンになります。カチンコチンと洗っても洗ってもここはいっぱいです。よし、いろいろあるよ。初めて作るやつもあるでしょ、お母さんが。よし、先生が、これを切って、もう一回過ぎ去りました。カリカリにこうやってやってはったやつ、やっぱあんた何やってんのと思ってる方いらっしゃると思いますけど、全部こうやってましたから、見てください。これで美味しかったら言うことなしです。もう全部ポン酢で、だって醤油とそうって書いてるから、もうポン酢で、ポン酢子供たち何もつけんのやかもしれないな。もうどんなタレなんでしょうね。アレルギーや、確かにカリカリなっておっしゃる。チキン生地に食べたいけどな、そんなん言うか、チキンとか美味しいの食べて、今まで美味しい。一回昔、三浦さんにめっちゃ美味しい韓国料理の店、大久保っていうところ、新大久保ってすごい韓国の店がたくさん並んでるとこあるんだけど、そこに一回連れて行っていただいて、めちゃめちゃ美味しい韓国料理、
それこそマッコリとか飲んでさ、美味しかったの覚えてるわ。先輩方はすごくいろいろしてはるからね、お料理。美味しい。そのときにして、これはもうまた後で時間が経って、わお頼むね。何じゃこれ、食べるの、めっちゃうまそう。え、食べていい、いいよ。どう、なぜ熱々は美味しいか。どこ行くのか、2個行くやん。これ本当はこれつけて食べるんだけど、つけなくても味があるんだったら子供たちはこのままでいいかな。シューマイやん。甘いの？よかった。何やねん、あのリアクション。素直に言ってくれよ、言われて。じゃあご飯入れてってください。これがお兄ちゃんの、はい、またお母さんお茶忘れてる。何やってこれ、これ一番上のお兄ちゃんお誕生日プレゼントに買ったやつ。あー、ラッキー、ここの紅茶。そんなもと、そんなんでいいの、飲んだことないけど、美味しそうだったから多分絶対なんて言うと思う。よし、よし、私はいつも子供が食べ終わった撮影が終わってからね、チンチンに熱いのをゆっくり食べたいから今は入れないです。うん、ではね、お味噌汁多めにしとく。うん、今日もやし、マシやな、あれば分かんない本じゃん。ご飯入れすぎたあかんよ。え、1時間半コースいただいてください。いただきます。はい、どうぞ。はじめ、開けちゃったわ。そのままでもいいし、ちょんちょんつけてもいいし、だよ、りゅうのすけ。なんかどうやって取ればいいかわかんない。暑い、僕は一度も、どう、美味しい、一度も、うん、しゅんはそれね。うわ、めちゃくちゃ美味しい。ご飯と合いそう？ママ。なんかこれタレつけて食べて、何？もうちょっとでっかいお皿持ってきて。自分で持っておいたことになる。チーズ入れたでしょ？入ってない。チーズの味する？うん。それぞれ、はい。ママこれ。一口でいける？ママこれ？うん、そうそう。卵と一緒に食べないと。すごいね、そんなことわかん。もう熱くないと思う。どう？ブブブブヒブヒブダメだった。じゃあお母さん、じゃあ俺つけたらほぼ餃子餃子焼いてるだけ。
こっちからもおいしい。あ、やつたもつけないで子供は、ね。一点つけた。つけたら餃子。ベーシナさん。で僕も食ってみようこれ。うん、卵のとこだけでもいいよ。まあ、食べれるは食べれる。食べられる？おいしい。おいしい？おお、じゃあかちゃんもあの卵のとこだけ食べる？いいえ、トマト入ってない方が絶対おいしい。やだ。ちょっと卵もやだ。ちょっと待って、じゃあお母さんいただいてみよう。なるほどな。確かに。いや、トマトの代わりに何入れたら美味しくなるかな。飴。トマトの代わりに。トマト入れんでいいんか。ほんまエビとかじゃ絶対美味しいはずやねんけど、あんたらエビ食べへんやろ。うん、食べへん。美味しいやん。トマトが変なみずみずしさを出してるからまずい。僕が食べるのはキュウリ。あとこれニラが多い。ニラが多い。これでも減らしてみる。でもまあ、お、皆さん、美味しいやん、この卵のやつの。トマトが、じゃトマトじゃないやつで、ちょっと今度チャレンジ。僕が一番好きなスープ。すごい飲むね。あの、チヂミいただいてもらっていいですか？赤ちゃん、これとか。めっちゃうまい。めっちゃうまいから食べてみる。はい。いやいやかよ。お箸そんなんしないよ、赤ちゃん。これをこうやってさ、どうぞ食べて、ここに入れて、はい。まあ、これもうちょっとある？うん、あるよ、たくさん。いっぱい作ったから今日。ビラー。生。どう？ちょっと待って、赤ちゃんの感想を聞かせて。まる出たー。さっきはバツ、今はバル。はい。このさ、ふりかけ友達にもなんかあげたら。誰にあげんのよ。これ見て、友達とか。じゃあまた今度作ってね。味噌汁わかめ入れてる？わかめバカみたいになるんだけど。なんか嫌な感じ、はい。あ、そう、よし、じゃあ今日全体的に点数何点ですかね。トマトのやつは何点？トマトのやつ20点。ほんなこれはこのチヂミ何点？150。おお、でこれは100だろ。100点。いや、俺これね、もう1000点。1000点きた。これは100だな。金融マネ。赤ちゃんこれ何点？チヂミは。100万。餃子の進化系って覚え。餃子の進化系。ほんで赤ちゃんこれ何点？だから、赤ちゃんこれ何点？0点。ゼロ点いただきました。バチの0点。食べたら分かった。もうちょっと、ほんなちょっとトマトじゃないのがいいかもしれへんな。ぐやぐやぐぐ。いや、トマトってなんか旨味成分が入ってるねん。私なんかやったことあんもん。 OK。 じゃあ皆さん全体的に、じゃあトータルで何点ですか？じゃあお兄ちゃんからお願いします。何点？トータル全体的に何点ですか？95。はい。99。結構いい点数や。はい、そして辛口評論家10点。10。え？ギャグ満点。いっぱい手じゃないからさ、あのさ、ゼロできなくて。ゼロはできるからか。ありがとう。いっぱいゼロつけてくれました。はい、ありがとう。ゆっくり食べてください。はい。ちょっと待って、はい、チャンネル登録、通知ボタン、ベルマークもしてね。ミスターバカジュニア、あれ、ピカンって止めて、はい、せーの、ピカン、グッドボタンもね、ピカン、せーの、もう一回せーの、ピカン、グッド、ダーン、はーい、お兄ちゃん、龍之介、誕生日おめでとう。ご飯をいただきます。おめでとうございます。何歳ですか？10歳ですよ。改めておめでとうだね。はい。いろいろやったけど、ポテトから行く。はい、あの、
これさ、自分のさ、お皿のところにちょっと入れちゃう。ケチャップ。あ、リネリュー。サーモンは？サーモン。サーモンいっちゃう？ケチャップいるでしょ。ストップ。何様やねん。偉そうに。もういいよとか言う。ストップ。犬じゃないですか。ストップ。もうちょっとこれこっちやってよ。そうだよね。入れてあげるよ。はい、さあいいね、シュン。お前わかるんだね。素晴らしいな、今のは。いや、ほんと多いよ。すいません、のりらこっちにありませんよ。はい、あ、いいですね。さあ、はい、お前もすごいね。マジでお笑いわかってる。面白い。どこで、うん、あの、するよーってみたいに、ストップって言ったの。ああ、言ったのか。面白いな。ストップじゃねえだろ、今。ストップ。あ、ごめんちゃん、ビール持ってこんかった。持ってくるね、これ終わったら。ご飯ない。あ、はい、すいません。ストップ言うと思った。俺も言うと思った。もう今のはなしだ。マジで、あかりの目の前にあんじゃん、ご飯。ほんまやな。ほんま。ママ、いいの、いいの。入れてほしいんだよね。うん、だ細く切った方でよかった。あかりちゃんは本当にほとんどいつもつけないから、ね。なんで醤油つけたの、ここに。うん、お刺身食べるんだとお醤油いるかなと思ったから。俺、食べたくないんだわ。シュン、卵とお母さん巻いてあげよっか。お母さんが作るやつ絶対美味しいはずやね。きゅうりは入れない方がいい。入れたら美味しいんだけどな。キュウリだって食べれんじゃん。よし、今日鬼が来る日だよ。だから手巻きにして。あ、ほんと巻きだ。ほんとだ。ハムとサーモン、すごいね。いただきます。サーモンとマグロ、すげー上等。どこか、うわー、リュウ美味しそう。ここにキュウリ入れたら美味しいんだけど、誰もキュウリの良さは分かってないな。あ、リュウも行っちゃう。マグロ、ごめんごめん、そっちの方。ねえ、ママ、うんたの朝ね、じんちゃんのためにね、きゅうり使ってたよ。ほんと？うん。ほら、唐揚げだね。あとで食べてね。お手拭きもあるし。うまい。うまいね。はい。じゃあ今日全体的な雰囲気。あ、じゃあ唐揚げ食べて、えいちゃん。うん。取り皿も。うんうん。どう？あ、うん。二度揚げしたでしょ？二度揚げした。パイパイ。うん、二度揚げしたんでしゅうて、あそこのところにもすっごい私の洗濯物畳んで、えちゃんが畳んで、あそこに置きっぱなしの家感満載でお届けしてます。おいしいね。おいしい。はい、じゃあ皆さん何点ですか今日は。もうどう考えても100点だと思いますけれども、もうなんか、うん、違うの。100万点。ありがとう。しゅん、何点ですかね。ちょっと待った。いやいや、120点とかちょっと色つけていい。はい、10何点かな。ストップ。あ、今食べてるからストップね。お子さんは何点ですか。待って待って、いつも100点ですよ。いつも100点、うん、嬉しい。じゃあ今度ただの白い握り飯だけ出しても100点言ってくれんな、うん、おっしゃ。うらうまい。うわー、すごい嬉しい。他の表現でお願いします。いや、どんな表現や。そう。美味しいね。はい、じゃあ皆さんゆっくり食べてください。はい、みんなで10歳の誕生日をお祝いできました。お兄ちゃん、10歳の誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。20歳の誕生日も5人で過ごせたらいいな。悪くないと思う。すごいです。あかりなんかいつも言うんじゃないの。グッドボタン誰だと。適当やん。グッドボタンも押してない。あ、グッドボタンじゃねえだろ。グッドボタンじゃねえだろ。グッドボタンじゃねえだろ。ミッターバーガーズにあるよ。ピカンピカン、これが先生のピカン。悪くない。